とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はタワーの攻略やっていきたいと思います。今シーズンはまあ比較的簡単ですけども、終盤がちょっと難しいところもあるかな。でも、結構簡単にいける装備を、考えましたので、それを使ってみてください。では1回から30回まで投資でやっていきたいと思います。いきましょう。まず1回問題ないですね。普通に倒していってください。クリーパーがまあいるにはいるんだけども、うん、2発で倒せるので、そう注意することもないかな。うん、クリーパーがね結構硬かったりすると結構注意が必要になるんですけども、今回のクリーパーは、まあ、そんなに硬くないので全然余裕かなと思います。1回終了です。2回に行きましょう。で2回報酬、ブラストだけでもいいんだけども、式地雷にしていってます。うん、ブラストよりもねこっちの方が俺は使いやすいかな。でここエンチャント入れてください。邪悪な村人の破滅ですね。これがあると結構倒しやすくなります。なので、入れておくのをおすすめしますね。で地雷をうまく使っていってください。やっぱね、ダメージが 25% 上がるって結構違うんだよね。なのでこれは入れていって損はないと思います。あとは上で終わりですね。はい、こいつでおしまいです。まあ、序盤のうちはエンチャントを入れることがほぼないので、うん、贅沢に入れていってください。でパワーシェイカーですね。んで村人の破滅をさらにパワーアップしていってください。まあここでは出てこないんだけどね、他で、ちょくちょく出てくるので、武器を変えるまではこれをつけていっていいのではないでしょうか。はい、もう少し、まあ、地雷とかをねうまく当てていってください。いいね、終わりかな。3回クリアです。サクッといきましょう。ここ報酬何もいりません。でここちょっと敵多いです。ちょっと多い。なので地雷とかパワーシェイカーをうまいこと使って、倒していってください。クリーパーもねちょっと若干出てくるので、まあ不安な時はパワーシェイカーをつけていくと間違いないです。でここ箱があります。忘れずに取っていくようにしてくださいね。あぶね、箱は、うん、まあ、結構重要なので取りましょうね。でこっちから反対側に向かっていきます。はいはいはい。意外と敵の攻撃力は低めなのでガシガシって大丈夫です。危なくなったらポーションね一回使えばいいので問題ないでしょう。でここで終わりですね。4回クリア。次行きましょう。ここ報酬で汚染された種取っていってください。雪のねゾンビたちが出てくるので、そこをこれで足止めするとすごく戦いやすいです。こちらね結構鬱陶しいんでね、あぶねあぶね。OK。で、ここも、箱があります。忘れずにね、取るようにしてください。あ、お前かかってなかったか。箱取りに行きます。やっぱりね、今回、矢はあんまり使わないんですよ。今回、矢は使わないんだけども、まあ、うん、いくつかあっても損ではないので取っときましょうね。
5回クリアでーす。報酬いりません。次行きまーす。ここも特に問題ありません。パワーシェイカーと、あと種と地雷をうまく使っていけば、全然余裕でいけると思います。はいはいはい。OK。あと一発。ここもね、敵がね、意外と湧いてくるので、ちょっと鬱陶しい感じです。終わりかな？あ、あと1体ぐらいがいるかな？よし。終わりでーす。ここも報酬いりません。そのまま進んでください。そろそろね、武器の破壊力が低くはなってるんだけども、まあ、アーティファクトがそこそこいいやつ揃ってるので、まあ問題なく勝てるとは思います。危なくなったら、ポーション使ってパワーシェイカーとかですね、うまいこと緊急回避していけばいいのではないでしょうか。 OK、 パワーシェイカーね、ちゃんと5発使わないともったいないもんで、ね、なんかもったいないと思うんだよね。あと2体終わり。7回クリアです。今回序盤本当にね、全く問題なくいけますよね。ここ報酬いりません、なしです。でここがね、クリーパーが若干出てきて、普通の攻撃では倒せなくなってます。なので、パワーシェイカーもしくはドラじゃない、種を使って、まあ、安全に乗り越えてください。でここも、出てきますので、うまいこと処理してください。よし、 OK。 で下にいるんだよね、1体だけね。あいつが鬱陶しい。終わりでーす。もういい、上に一緒に出てきてくれって思うもんね。では次でーす。報酬で愛のメダルですね。愛のメダルとこれ地雷を変えていってください。まあ種でもいいよ、うん、まあ自分の使いにくいなっていう方を抜かしていってください。よっしゃ。この回はね、敵が少なめなのでね、いい感じですよね。 OK、よし、9回クリアでーす。報酬で両刃斧取っていってください。ようやく武器がね変わりました。エンチャントでエーリオ3入れてください。でまずね、ここら辺にちょっと待機しておいてください。で3体出たら愛のメダルを使います。あー違う、愛のメダルを使うそうするとね、こちらをターゲットにするやつが反対側から、落ちてくれるので、いやー今回あんま落ちてない、落ちないな。うまいことね、あっちからヒュン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 落ちてくれるのでいい感じなんですよね。ちょっと愛のメダルの使い方をミスりました。種を使っちゃったもんな。種じゃなくて愛のメダルを使っていきましょう。あ、いた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 。こうなるとちょっと面倒くさいけども、愛のメダルが間に合った。OK、 終わりかな。上にあと2体ぐらいいるか。いた、そんな端っこに。10体クリアでーす。ここ報酬でこれヌスットのアーマーですね、着ていってください。エンチャントでポーションバリアです。3入れていきましょう。11回も特に問題ありません。クリーパーがちょっと出てくるんだけども、まあ愛のメダルを使っとけばうまいことあっちで爆発してくれるのでいい感じだと思いますよ。いいかな、クリーパーさえいなければね問題ありません。
そう、矢が結構出るな、今回。矢が出ないときね、全く出ないんですけど。うまい。あれ？まだ？あれ、ちょっと、迷子がいる。この迷子がいるときって、嫌なんだよね。あ、いた。はい、11回。クリアです。ここの報酬は、ゴーレムですね。ゴーレムと、種変えていきましょう。で、ここエンチャンターがいるので、まあ、早めに倒すといい感じだと思います。愛のメダルをうまいこと使っていってエンチャンターを、無効化していきましょう。はい、あれ、ああパワーシェイカーの位置が俺これ悪いのかな。なんかアーティファクト使うのだいぶミスるな。やっぱ自分のね、使いたい場所にね、置いておくっていうのは結構重要ですよね。まあまあ、とりあえず今日はこれでいいか。俺、愛のメダルを確か三角にすることが多いんだろうね。おしまいです。12回クリアでーす。報酬でドラですね。ドラと、パワーシェイカー。を変えていきます。もうパワーシェイカーのね、ダメージも下がってきてるので、もう変え時だったでしょう。はい、まあ、この問題ないと思います。うん、愛のメダルとあとゴーレムも出しとけば、まあ問題ないかな。まあ、やられることはないと思います。ゴーレムたちに任せて罠をね、どん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 起動していけば、起動し終わる頃には終わるでしょう。13回クリアでーす。で、ゴーレムの HP が低くなったら、一応更新してやるといいかもしれませんね。アーティファクトをゴーレムのところに乗せてやって、で、キャンセルですね。そうすると HP が元に戻ります。ここ何も取りません。そのまま行きまーす。で、ここですね。ここは、ヌスットのアーマーを上げちゃいます。95まで上がりますね。これである程度のところまで進んでいきます。何がついた？黄金で。あー、アーティファクトシナジー。あ、違うか。スピードシナジーか。で、これ、上の方、こっち側から倒していきます。出ましたらドラを使ってガシガシと攻めていってください。はい、OK。 でエンダーマンはまっすぐに倒せますね。だから、まあ、エンダーマン攻撃力高いので若干 HP が減って、やばくなる時もあると思います。まあその時はポーション使えばポーションバリアついてるので問題ないですね。終わりー。15回クリアでーす。ここでボーンクラブを取っていきましょう。エンチャント入れていきます。ガードストライク2のクリティカル3、これで OK です。このボーンクラブ、ずっと使います。なので後々エンチャントをね、火属性を入れていくといいです。まあ、まだ最初のうちはね、入れなくても大丈夫ですかね。まあ、入れてれば結構便利なんだよね。最後の一撃っていうのを入れなくて良くなったりするので、いい感じです。まあ、とにかく、ガードストライク。ガードストライクが役に立つのよ。ガードストライクの、50% ダメージ軽減。あれがものすごくね、使えますね。で、ここ。魂のクロスボウを、入れていってください。もう弓がね、初期だったので、これを入れておくといいです。で、流れ込む魂2ですね。弓のダメージも上がって、さらに HP も回復してくれる。ものすごくいいですね。で、ここは特に問題ないと思います。普通にブン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 振り回していけば、まあ、やられることはないでしょう。はい。もうほんとね、前回ぐらい
もう一気にブワーって出てくれたらいいんだよな。うん、今回みたいにこのちょく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 出るっていうのがあまりよろしくない。うん、一気に出てきてくれた方がすぐ倒せて時間短縮になるんでね、いいんだよね。おしまいかな。17回クリアです。はい、報酬何もいりません。でここまず上の方をね張り込んでおいてください。そしたら、エンチャンターが出ますのでエンチャンターを先に倒しちゃいましょう。でこのねタワーガード、タワーガードじゃないな、ロイヤルガードか、あいつに愛のメダルを当てるといい感じになると思います。 OK。とにかくね、あのガードがね攻撃力高くていいね。あーちょっと待って、エンチャンターなんか出ないなと思ったらそっちに行ったんかい。大体この辺に出ますもんね、この辺にエンチャンター出るので、まずそいつを潰してやるといいです。今回その出る場所が悪かった。まあ、とにかくこのエンチャンターがね怖い、恐ろしいので、まずあいつから潰すような動きをしていってください。そうするとね間違いないと思います。うわ、あんなところに行った、めんどくさい場所に行きやがる。まあゴーレムが悪いな今のはね、ゴーレムが吹っ飛ばしたから下に行っちゃったんだよな。行ってこいゴーレム。終わり、18回クリアです。報酬何もいりません。でここロイヤルガード3体重なるまで待って愛のメダルを使ってください。でこのねガードたちが強い、もうガシガシ倒してくれる。でまたね上から3体いきます。うまいことこの辺かな、地形を使って倒してください。普通に戦うとねほんとノックバックがひどくって戦いにくいんだよね。でも地形を使ってうまいことリーチの長さで戦っていくといいですね。よし、あと上にいるやつでおしまいです。倒したね。うん、愛のメダルが若干遅かったけども問題なし。19回クリア。次行きましょう。ここ何もいりません。そのまま進んでください。ゴーレム更新してもいいんだけども、まあ、俺は更新せずに行きます。うん、どうせ次でねゴーレムいなくなるので、ここはもうエンチャポイントを、貯めるようにしてます。で忘れてた忘れてた、入れていってください。これ火属性、火属性2ですね、は入れてください。おーい、固まったぞ。火属性2があると意外と便利で、あと一発っていうところをうまいこと削ってくれるのでいい感じです。終わりかな。いや意外と敵の HP がもう高くなってて、ゴーレムでは倒せなくなってるか。矢が出てるけどいらないね。20回クリアでーす。でゴーレムとキノコ変えていきましょう。んーでここパワー商人ですね、ボーンクラブを上げていきます。ボーンクラブ、あでこれも入れてていいです。ガードストライク3、どっちでもいい、ガードストライク3でもいいし火属性3でもいい。うん、まあ、とにかくこのボーンクラブ最後まで使いますので完璧に上げておいてください。一気にいきます。終わり、22回クリアです。ここでコグクロスボウに変えていきましょう。そのまんまでね HP 回復していってもいいんだけども、まあコグの方が間違いないでしょう。マルチショット3、そしてテンポ性、入れれないか、次で入れます。
とりあえずマルチショットは必要です。あとテンポセットを入れとけば1でいいもんね、間違いないですね。あげい、いけ、あっぶな、食らっとるし、ここがねちょっとめんどくさいけども、ボーンクラブがあればほぼ一撃で倒していけるので大丈夫です。 OK、 でね、やっぱねこのね武器ゾンビが鬱陶しいよね、ものすごくこの凍結がめんどくさいです。どこにいるのそれそれどこにいた、壁に登ってたね。おお、見てました。よし、あこのマグマキューブ俺ほんと嫌いなんだよな。いや結構嫌いな人多いと思うけどね、マグマキューブめんどくさーい。よし、こいつジャンプしてる時ダメージ食らわないしね。よし、終わりです。23回クリアです。で防具変えましょう。闇のアーマーですね、闇のアーマーにクールダウン3入れてください。そしてテンポセフト1ですね、うん、テンポセフト1入ってると安全です。でこっからクールダウンが入りますので愛のメダルが使いやすくなります。もういい、どんどん使っていってください。やっぱね再使用時間が全然違うもんね、再使用時間が違うので快適さが全く違う。よし、危ない、いいか、もう上行け。もういらないけどいらないけどなんか、うん、取っちゃった。よし、行ってこい。ジオマンサーを通していいですからね、倒しちゃいます。で終わりかな。24回クリアです。次に行きましょう。ここ何もいりません。両刃もいいんだけども一番難しい27回、あそこをクリアするためにこのねボーンクラブがいいのよ。うん、ボーンクラブが間違いない。でここ俺ねある程度ここで待ちます。うん、敵がかなり出てくるのでまず俺ここで待ってから、進んでいくようにしてます。敵をある程度出してね、ある程度出した方が愛のメダルの効果がね高まるのでもう一気に倒せます。それが楽なので俺はこういうやり方ですね。まあでも、うん、ちょっとずつ倒していくっていうのもいいんじゃないでしょうか。まだですね、ここにエンチャンターが出たらもう開かなくなりますのでスタートですね。はい、エンチャンターは来ました。では行きましょう。愛のメダルをね、ああ違う、もう一体いた、もう一体エンチャンターがいた。こっちのエンチャンターだった2体出ます、2体出ます、2体出終わってからスタートですね。よし、おお、めんどくせえな、敵がこんなに湧いてくると。よし、 OK、 であとは下とゴール間近のところですかね。いけ、もうね愛のメダルがめちゃくちゃいい。であとは上で終わり。愛のメダルがうまいこと、あー回復する前に倒すな、こりゃ終わりです。25回、ちょっとミスりましたけども、まあちょっと待っておくと早いかと思います。ここ何もいりません。で26回、ここも問題ないですね。今回のタワーの一番難しいのは27階なので、ここだけ注意すれば、あー間に合わなかったいいですね、
オッケーオッケー。ここも、まあ、爆発は食らいましたけども問題はないと思います。このボームクラブのパワーがね上がってるので、まあ、大体ワンパンで倒していけるのでいいですね。 OK、 いけ、ナイス、いいね、しゃしゃ、終わりかな。どこ行く。26回クリア。次が難しい場所ですね。頑張っていきましょう。報酬何もいりません。あ、エンチャ入れて OK です。貴族生産もう全て3ですね。武器は入れておいてください。んで落とす感じでまず倒していくといいですね。あ、でここはこれタワーガードを愛のメダル、あぶねっ、してやるといいです。まあ、落とさなくてもいいかな。うん、まあ、落とすと意外とお得に倒すことはできるっていう感じでしたね。でもこのねノックバックで倒していくのが本当にこいつらはいい。うん、両刃を装備していってなんかちま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 やるとなんか危ないんだよね。なので攻撃力の高いこういう武器で、あ範囲、こういう範囲一気に叩いた方が安全です。まあコグクロスボウもあるしね、安全にいってください。まあタワーレイスはブン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 していくと結構簡単に倒せるのでおすすめです。はい、では商人です。最後ユニークだね。俺のおすすめは防具です。まあ、安全にもなりますし、攻撃力が 20% 上がります。これ弓にも、武器にも対応しますので、まあ、全体的な火力アップっていうことで、俺はこっちの方を上げてます。まあ、別に好きであれば、コグクロスボウ、そしてボーンクラブか。あっちでもいいとは思いますけどね。まあ、俺のおすすめはあっち側です。で、ここ、タワーガード上げてやると、倒せますね。うん、まあまあしなくても全然余裕なんですけどね。はいはいはい、まあまあここは問題ないと思いますね。はい、あと2回湧いておしまいです。終わり。よし、最後エンダーマイトがバーッていっておしまい。終わりだ。いや、まだいた。はい、29回クリアでーす。まあ、うまいこと言うとね、あ、ここ何もいりません。30分以内ではいけます。28分、うん、29分とかそれぐらいでクリアすることは一応できます。はい、いくよー。まあまあ別に問題ないですよね、ここは。オッケー、ガシガシしてください。終わりで、一応やられたりした場合には、ライフブーストを入れていくといいですね。うん、で最後の叫びを1入れておくっていうのもいいと思います。まあ俺は今回入れてなかったんだけども、まあもしもの時は入れておいてください。うん、何回か死んだって時はライフブーストがものすごく役に立ちますのでね。では報酬を見ておしまいにしたいと思います。頼むよ。うん、良くない。稲妻フォーカス虚無1。無謀かいらないね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。